シショョッピーのショーのトコメディー内容が浅すぎて逆に深いんじゃないかと錯覚してしまうセミナー講師パート6本日も皆さん私のセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます今回第6回目回を重ねるごとに皆さんの表情が良くなっている皆さんが夢に近づいているということ 皆さん自身が一番実感しているはずですそうですよね皆さん皆さんは夢に近づいているんだ今回次回回を重ねるごとにどんどん夢に近づいていくそれを全身で感じてください今回も皆さんはセミナー費3万円を支払って来てくれているしかしそれが安いのか高いのかそんな価値観は取っ払って,ってください 毎回言ってますよねその価値観は邪魔なんだ夢にはいらない感情だそして皆さん今回は仲間を一人ずつ呼んできてくれている今回初めての方今日からでももちろん夢への近道にはなるしかし今までのセミナーにも大事なことは詰まっている特別にアーカイブ動画ご覧いただけますもちろん セミナー費は払っていただけますが私が話したこと動画でご覧いただけますぜひご覧ください別に見なくても結構ただ夢に近づきたいのであればぜひご覧くださいさあ今まで人生について夢について前回は夢にとって邪魔なものお話ししました今回第6回目は常にポジティブにいるためには ネガな感情を捨てるためにはどうしたらいいのかについてお話ししていきたいと思いますどうすればいいわかりますか難しいですよね簡単なんですよ私にかかればそんなことは簡単なんだネガな感情を捨てるためどうすればいいか期待をしないでくださいそれはもちろん人にも自分にも期待をしちゃダメなんだわかりますか 期待をするからネガになってしまう。ダメな時にネガになってしまうんだ。今ここにいるということ。今私がここにいるということ。あなたがここにいるということ。それだけ。それだけが大事。大事なことはそれだけなんだ。今存在している。それに感謝する。それだけが大事。その感情だけを持っていれば確実にネガな感情。 なくなっちゃいますよわかりますか <laughs> わかりますねはいというわけで今回はネガな感情を捨てるためにはどうしたらいいかについてお話ししましたでは次回は今ここにいるということそして自分の存在に感謝するどうやったら感謝できるのかについてお話ししていきたいと思います 私のセミナーを受講すればするほど確実に皆さんの心が綺麗になるし夢に近づいていくそしてその夢へのパワーが回り回っていろんな人に夢を与えていくそんなセミナーそんな世界をみんなで作っていきましょうそれではまた次回お会いしましょう